ピャ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 。最初の秘境プルプル遺跡。ちゃんと進んでいかないと、クリアしていかないと先進めないね。なんだこいつ。うわ。お、なんだ。なんか水の中とともちょっと違うなこれ。うわ。なんか動きがちょっと、あ、上に入れるときは普通に上に入れるんだ。下を押すと、あ、ヒップドロップするとか。ハロー。はい。そのプルプル、どんな味なの？くそ。どう？こんなもん口に入れたらあかんや。うわぁ。ここにいるときヒップドロップできないな。食うな食うな。うわ、出た。でーん。あいつに生まれるとなくなっちゃうんだね。あぶね。あ、こんな感じになるんだ。おう、なくなるわけじゃん。一定期間だけなくなるんだ。あー、出た。3。ちょっと待って。おい、2。おい、なるほどね。早めに行こう。おー、そこ帽子そうならんだろ。あ、じゃあこの声誰なんだろうな。俳優の人とかかな。ワンドル。わ、スライムだ。うおー、やべー、これ楽しいこれクソ楽しいぞ。これあのヨッシーアイランドの汽車を思い出す、そんな感じがする。うおー、食うな食うな。真っ赤だぞ。真っ赤に燃える。ゆけゆけ。おい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 、あ、いいね。ああ、足しちまう。ほい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 。これ何味だろうね。多分ね、めっちゃ辛いあれだ。ハリボーから出てるさ、ドシンドシンうるさいんだよな。ハリボーから出てるあの世界一辛いグミ、レベルに赤い。これはあれ取らなくていいか、やられちゃう方が心配だから。早っ、グミ移動早っ。いや、これいけるいける。ナイスー。いや、でもなんか、もうちょっとなんか裏、隠しゴールとか、そういう系を想像してたんだけど。意外とそんな、でもなかった。
一気アップぐらいあってもよかったけどな。雨上がった。雨上がった。ほい。ほいほいほい。これ意外とむずくないか、これこのままゴールするの。ほい。うん。このフロートスピンないとついてきてる。追いかけてきました。初めてなのに難なく出口を見つけるなんてさすがです。大抵は道に迷ってしまうんですが、ひとまずこれで先に進めます。私は後からまた後からついていきますから、次もよろしくお願いしますね。そうだ、おう、ナイス。話しかけるのも大事ですね。ツルショットなんていう楽しそうな、そんなグラップリングみたいな、絶対面白いじゃん。空中で R を押すと鶴を発射して壁に張り付く。いやー、うわー、マジかよ、あんなん。あ、でも横にしか行けないのかこれ。あ、そうだな。え、あ、あー、あー、なるほど、何度でもできる、何度でも横張り付ける。おお、すごい。わっ、プルプルだ。これも、あ、これも壁扱いなんだ。はあ。いいね。ほい。よーし、こっちだ。いやー、これめっちゃ使い道ありそうだな。スルショット。グラップリング。おお、そんなことまで。ゴールポールの上を掴んで、そんなワンダフル。いやー、でもフロートジャンプにはかなわないかな。使う時が来たらって感じするな。真ん中の秘境ゆらゆら遺跡。うわあ、何この横ドッスンみたいな。うわ、包帯野郎、包帯野郎がよ。何これ、この横ドッスンおしゃぶり加えとるぞ。壁、壁ジャンプしろっつった。ふい、ふい、ふいひ。なんか、は、は、ナイス。この出てくる時のマリオ、なんなのちょっと面白くないか。いや、これ便利。やわー、ナイス。これを楽しんでるってことなのか、この滑るもの、この横ドッスン。このさ、何、あれ、扉がなくなってしまった。もう一回押したら、お前はもう逃れられないな、そこから一生お前はそこで暮らすことになる。え、こんなに何もないことなんてある？中間しかなんかないけど、中間とお前しかいないけど、
そんなことあるかい。あ、え、これもしかして間違えんの道ってこと？これスタスタスタ、ちょっとランニングしますよみたいな。これ左行ける絶対。左行ける。お前を倒したから。おお。ほら。ネタバレ。めちゃくちゃ喜んでるよなこいつら。わあ。おしゃべりフラワー、お前も上位系だったのか。見損なったぞ。わあ、やっぱり扉消えちゃう。これはこいつをやることによって、そうだね、わあ、ほら、危ない、引っ張りきれない。よし、お、ちっちゃい。ちっちゃい、ベビー、さらにベビーなやついた。ベビーがベビーになって、こいつについていかないと。あー、失敗、はい、こいたー、絶対なんかあったー。ちょっと待って、死ぬか。私は塩も厭わない、もういらない。いらない、バブル。よし、行くぞ、行くぞベビーちゃん。上押しっぱなしでいいのかな。わー、おい、待って待って、お前多分お落ちすぎたらお前終わっちゃうだろ、どっか行っちゃうだろ。あ、大丈夫だ。あら、あ、あ、お、気持ちいい。ビーンビーン、あ、これちょっと待って、遊んでる暇ないな多分これ。はいはい、こうやって流れに身を任せる。ビーン、落ちたら死にそう。やめろ。ビーンビーン。待って。おい。流れに身を任すと危ねえ。追いかけてきました。初めてなのに難なく出口を見つけたなんてさすがです。同じこと言ってる。次が最後の席のはずです。あ、なんだ、ここは結構難しいという評価なのかな。まあ確かに何回かやられましたけど。最後の遺跡遠いな。お、コロシアム。キンキンコロシアム。久しぶりにゾウを使うか。ワオビーザーウィー。うわ、え、どういうこと。あ、なるほど。え、いや、むず、キンキンコロシアムむずくないか。ちょっと待って、でも4回走あるな。で、今25秒か。まあまだまだまだいけるから。ふい、うお、ふい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 、あー、ふいふい、いやー、ちょっとストックがもうないな。
はいはいはい。ん？何が2体なのこれ。うわあ、びっくりした。はあ、はあはあ。え？こいつか。ウィー。いや、まだいける。多分。70秒がだって3の時のやつだから。4の時って何だったっけね。もう覚えてないな、でも。これ、どうやって倒すんだ？普通に上から踏める？直す。直す。はい。でん。ほいほいほい。ほいほいほい。はい、あと2体。やお！はい、踏んで。ちょっと。踏んで。踏んで。ほい。ギリ。ギリ？あ、100秒。あ、あ、あーって90じゃねえか。90なんかーい。何が良かった？いや、これかな。ちょっとね、テレサが予想外すぎたね。図体がでかすぎるな、でもこれ。大丈夫か？はい。ふい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 。オッケー。ふい。90秒ね。結構早めに。ここをな、そっと、そっと、さっ、さっ、さっ。もういい。はい、オッケー。超早い。全然食らってもいい。素早くいければ。でも場所も分かってるから、ここと、こっちか。うい。はい。いや、これめっちゃ早いよ、俺。ペーン、ペーン、お。これめっちゃいい、早っ。ペーン、ペーン、オッケー。頼るべきは鼻だな。ナイス。ペー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 。最後の秘境、独独遺跡。難しさ4。お、ありがとうございます。王子様たちのおかげでここまで来れました。あー、みんな無事かな。ここがいよいよ最後の遺跡。くれぐれも気をつけてくださいね。最後の秘境って書いてあったけど。おお、おお。ほらね、なんかあると思ったんですよ。ちょっと待って。ってことが、あ、いやでもこっちは何もないよね。こっちだけだ。おい、おい、おい、おい。選ばれし者だけが大いなる光を手に入れる。それが君なのかは知らない。黙れ。なんか下も？どど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 どこれ、これ早く行かないとやばいやつ。
おおっと、ナイス。あれ迫ってきてない？別に来てる来てる来てた。下もなんかありそうだけどな。うわーもう来ている。いい、ウィキー、いい、必要ない。はい、うん、おお、何でも試してみるもんだな。あ、出た、イエーイ、楽しい。ほい、え、なるほど。いや、これちょっと下も行ってみたいんだけどな。はい、下何もない。このボール、このボール掴んだらどうなんだって。ポプリンもいないしさ、ちょっと掴んでみるか。これ、え、コースクリア、はて、あ、迷路ってそういうことか。クリア扱いになってないんだこれ。なるほどね。こっちは行き止まりみたいです。長年の経験から独特意識のどこかに別の出口があると睨んでます。こういう時は前にお渡ししたダウジングバッジをつけるといいですよ。はあ、ありがとう。すごいジャップキノコくれるじゃん。マリオワールドのさ、迷いの森みたいな扱いなんだな、ここはな。うわ、いやー、お、怖っ。これだって即死だろ。こうか。あ、怖い。穴取ってられない。ほい、チューフラワーコインがある。こえー、あー、意外と操作がね難しいのよな、これ。あぶね、うい、あ、ここで戻ってくるんだ。なるほどね。はいはい、うわー、くそー、取りに行かなきゃよかった。もう貴様を取りになどいかん。私は釣られんのだ。もう、でも取っちゃう。おっしゃー、にゃー。おお、なんだ、え、マントルな、え、なんだ、ほら、なんか別にこれやらなくてもいい気がする。上にシードは、あ、え、あ、
あれが、あの核がなくなってシードになるのか。さあ。うい。Thank you so much。 真上も行ってみたいの。なんもね。うい。別の出口を見つけたんですね。これでみんながいる場所に行けます。ここまで本当にありがとうございました。急いで向かいましょう。お、助けを待つ。みんな助けが来たぞ。最初からワンダーがあるなんて。なんかまたなんか迫られそうな雰囲気あるな俺。何かに。あ？ぬる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 このぬるぬる。あれ？急に終わりが来た。あ？やったー、出られるぞ。私たち王子様の力にならなくて、ここでグランドシードを探してたんです。そして、やっと見つけました。これで悪者をやっつけてください。すごい、こんな奥深くまで探しに来てくれたなんて。ありがたくいただいていきましょう。ほえー。ここパレスないってこと？マリオナンバーワン！色が違う。さあみんなお家に帰ろう。こうして金金採掘場のピンチを救ったマリオたち。5つ目のグランドシードを手に入れ、残るはあと1つ。マグマが逃げたぎるマグマの樹海に最後のグランドシードがあるらしい。急げマリオ、頑張れ王子。ウラ王国、そして全世界がクッパの手に落ちる、その思いに。え、終わり？早っ。ではフラワーショットに戻りましょう。地上まで一気に高度を上げるので耳がキンってするかも。ダメだよ。あー、そんな急に高度上げたら呪いが呪いぐちゃぐちゃになっちゃう。すごい緑色してたな。あ、キウイ、フルーツぐらいかな。アボカド、アボカドはもっとなんかな、ミルキーな緑してるから。やった、採掘場のポプリンたちに感謝ですね。しかし油断は禁物です。急いで次のグランドシードを探しに行きましょう。終わってないんだよな。終わってないのよね。あ、ここ？もしかしてここだけ取ったら、あ、ん？あ、助けを待つポプリンのたちの採掘場もまだ終わってないんだ。あ、そっか、もうポプリンがいないから、こっからようやく始まるってこと？その可能性あるな。続きがあるんだ。まだいたらびっくりするけど、みんなって誰のことだろうとか言わないか。え、ほら右
右ってあるじゃん。まだまだ掘れるんじゃないかと思ってまあみんな懲りないな。ここ危ないって何度も言ってるのに。さあお家に帰るよ。みんな採掘が好きなんでしょうが、好きすぎるのも大変ですね。いつもすみません。ゆるさん、ほう、あれ、あ、スペシャルワールド行くだけか。あ、え、じゃあもしかして本当にここの10コイン取ったら終わりか。てかどこにあったんだろう10コイン。うわ、こんな序盤に。いや、まだあるな。何か見逃しているところがある。あ、うわ、ここだ。ライトでナイトなお化け屋敷。うわ、だからか、コロシアムで先にあのギミック出てくるわけないよな。そうだよね。ここでまず、このね、テレサを倒すっていうギミックがここで、え、わかるはずだったんだ。ほいよちょっとおバカすぎませんか。はい、そうか、ここでこいつが、なるほど、ネタバレを踏んでたな。じゃあこの敵がちゃんとした扉という扱いになることもあるんだね。わは、センキューそんな。ほえ。おお、なに。あれ、なんかこのさ、何度も叩けるブロックってヒップドロップすると全部いけるんだっけ。それってニュースーパーマリオブラザーズ だけか。なんかそんなあったよね。先に行っていいものか。先に行きたいけど、でもよくわからない。あるよね。いや、どうしようかな。テレサまず倒すか。これ鬱陶しいから。このためのファイヤーボールかもしれんな。あれ？いや、まあ多分こっちが隠しルート的な扱いではあると思うんだよな。もしくは、あ、さっきの扉が
ね、あの偽物の扉っていう可能性もある。何？うわあ、ビッグテレサ。めちゃくちゃ歌ってるけど。おお。歌ってる。どうも。どう？怖かった？テレサの方向いちゃうと喋んなくなっちゃうからさ。落ちないようにしないと。ここが限界か。ファーク。あ、おめでとうございます。キンキン採掘場のワンダーシードすべて手に入れました。記念に100コインプレゼント。あー、マックスなっちゃう。おー、チェックマークついちゃった。ついてしまった。なんか少なかったな。ちょっとスペシャルワールド行こう。スペシャルワールドでまたバッジを山ほど買おう。キンキン採掘場スペシャル。深淵のちくわライド。難しさが。もう星5。わ、これもしかして乗っていくタイプか。わ、ドンキーコングにこんな感じのステージあったら、ウヒー、うぽうぽ、こいつら連れて行きたくない。はい、わ、これは連れて行かざるを得ない。なんだこの気持ち悪すぎるだろ、この右の。何これ、なんだこれよ、やめてくれよ。うわ、最悪。うわ、うわ、最悪。あぶねえ。うわ、やーべ。おお、おお、え、これ即死でしょこれ。だって、うおー、即死だよね。だってめちゃくちゃ死んでるじゃん、一瞬にして。ビシェッ、うわっ、ワンダーシードかと思った。あんな、うわ、怖えよ。なんだこれよ。怖すぎだろ。アモゴールだ。早っ。おい、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 おい。フラワー3つ取れたか？すごい、ポプリンが雨に濡れてすごいテカってるんだけど。めちゃくちゃテカってたけど。わっけがけじげになっちゃった。お、取れてた。チェックマークもついて。いやもうすごいなぁ。もうちゃんと、この収録中に、全部取れてるわ。
ダルルキラピカ。めっちゃ買ったわ。まだまだあるね。でも、あ、でもそっか。あとトッテンとヨッシーズだ。ただな、このファ、なんだっけ、フラワーコインもさ、今までは取ってない10フラワーコイン、そしてワンダーシード集めたことによるプラス100っていうボーナスがあったから、こんな簡単にね999になっていたけれども、今後はそうはいかないからね。はい、というわけで金採掘場もクリアいたしました。チェックマークついてるからもう大丈夫ってことだよね。うん、なんかあのワールドによってそのワンダーシードが結構バラバラバラつきあるよね。これはなんかどういう意味が隠されているのか、隠されていないのかわからないけれど、次マグマの樹海もう頑張っていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ次の動画で会いましょう。またね。